医学研究所の、研究員をしております、露崎幸喜が、スーラの細菌のトピックという話をしたいと思います。簡単に自己紹介というか、キャリアというか、そういう話をしますと、もともと自分は、東京理科大学の方で、薬学部薬学研究科の方で博士号を取ったんですけど、そこでは、ヒモデルな生物種。自分は緑膿菌っていう菌の研究をしていたんですけど、その生き物で、遺伝子の解釈ができるような、メッシュエンリッチメント解析という解析手法を、開発していて、それをパッケージにしたりしていました。2015年から、現在の理化学研究所に移りまして、そこでシングルセルオミックスのラボだったので、そこで出てくるデータを解析したり、新しい解析手法だったり、データベースだったりを作って、公開するってことをやっていました。で、2019年からは、JST 先駆けの方で、採択されまして、シングルセルアデンセックのデータに含まれる、細胞間相互作用を検出するという、問題に取り組んでいます。それだと、並行して、TENSOR という、数学的な枠組みに注目していて、これが、いろんな複雑なデータ構造も統一的に解析できて便利だろうということで、ただ R 言語では、TENSOR の、アルゴリズムがいろいろ使えない部分があったので、そこを補うために自分でパッケージを作るといったことをやってきました。今日、紹介する、スーラというのも、R のパッケージで、サティージャという、有名な、研究者の、ラボが開発している R パッケージになります。で、スーラ入門みたいな話ではなくて、今日はスーラの最近の話、トピックはどういうものがあるのかっていう、割と最先端の話を紹介するので、ちょっと基本的な説明が一部足りなかったりした場合は、質問していただけると、ありがたいです。で、簡単にスーラとは何かっていうのを紹介した後に、スーラの最近のトピックで、いろんな解析のステップがあるんですけど、各ステップごとにどういう議論が行われていて、今現在、デフォルトでどういう計算が走っているのかっていうのを、一つ一つ紹介していきたいと思います。で、最後に自分の予想も含めて、スーラが今後どういうふうに開発が進んでいくのかっていうことについて、話したいと思います。まず、スーラとは何かっていう話なんですけど、多分シングルセルのデータを普段解析しているような方が参加してるんじゃないかと思うんですけど、シングルセルオミックスデータ解析をすると、多分このスーラっていうツールを最初に使うんだと思うんですけど、多分一番使われているシングルセルの、ツールだと思います。で、Python で、スキャンパイっていうのがあるんですけど、そっちより、こっちの方がユーザー数は多いかなと思います。あとは、バイオコンダクターの R のパッケージを使って解析するっていう人もいるとは思います。で、使い方としては、こういうふうに、R の関数が、そのパッケージ内に用意されていて、それを順番に実行していくだけで、データ解析が、進むっていうものになっています。まず、create sura object っていう関数を実行することによって、ユーザーの行列データを、この後の、関数が実行できるスーラーオブジェクトに変換します。で、その後にノーマライズデータっていう関数を実行することによって、対数変換が行われます。遺伝子発現のデータっていうのは、ゼロ近辺にピークがあって、後発現の方に長い裾野があるようなデータになっているので、一度こういう対数変換をすることによって、もう少しこうな、えっと、正規分布っぽい分布に変換できるっていうことで、その後の解析の性能が上がるので、こういうことがやられます。
あと、find variable features っていうのが、これは highly variable genes っていうんですけど、細胞ごとによく、ばらつくような発現量をピック、あ、遺伝子を、ピックアップすることによって、その後の次元圧縮のこのクラスターごとの分かれやすさっていうのが、担保されるっていう、処理になります。で、デフォルトでは2000遺伝子、ここで選ばれます。で、その後にスケールデータっていう関数を実行すると、遺伝子ごとの標準化っていう操作が行われます。遺伝子ごとに平均を0、分散を1にする処理ですね。で、その後に、run PCA という関数で、PCA が実行されます。この run PCA を実行するにあたって、その前のスケールデータというのは、必須な、処理になります。で、その後に find neighbors っていうのが、細胞間の、平均棒グラフ。例えば K イコール5ってなってた場合、ある細胞から見て、発現量のプロファイルが似ている順番でトップ5個を選んで、それらをこうエッジでつなぐっていう、グラフを構築します。で、そういう、細胞間の、グラフを求めたら、find clusters っていう関数を実行して、グラフのクラスタリングを行います。で、グラフ上で、なるべくこう、固まっている部分というのを切り出して一つのクラスターにするという計算を行います。で、その後に run umap とか run tsne みたいな、次元圧縮法を適用することによって、細胞を、こういう二次元の空間にマップします。で、プロットに関しては、dim プロットとか、フィーチャープロットとか、バイオディンプロットとかドットプロットとかなんとかプロットみたいな関数がいっぱい用意されていて、ユーザーはそれを使うと、こういう細胞の分布とか遺伝子の、発現量の、ヒートマップとか、そういう、プロットを、出すことができるので、こういうふうにこう、ドキュメントに従ってこう上から順番に実行するだけで、誰でもデータ解析が行えるっていうのが非常に優れたものになっていると思います。非常にユーザー数多くて、GitHub のページを見てみると分かるように、スター数で言うと1600あって、フォークは743回行われていて、フルディクも14回、一周立てられたのが188回で、リリース33回、76の、コントリビューターズがいるということで、非常にいろんな人が、注目しているツールであることは間違いないと思います。CGI オープンサイエンスグランツっていうのにも選出されてまして、CGI っていうのは、チャン・ザッカーバーグ・イニシアチブって言って、ザッカーバーグはフェイスブックのザッカーバーグですね。で、その奥さんのプリッシャー・チャンさんっていうのが中心になって、進められている CGI っていうものを、お金出してくれる財団みたいなのがあるんですけど、そこで、選ばれていて、このオープンサイエンスグランツっていうのは、他にもサイキッドランとかナムパイとか、そういうオープンソースで進められている、ソフトウェアに対して、サポートしようという、取り組みになっています。なので、ここからお金が、入っているので、結構その、大規模な開発ができているということになります。ビネットっていう、これはあのパッケージのドキュメントですね。ビネットが22もあって、すごくいろんなことが今できるようになっています。今回はこれを全部一回読んだので、それを共有しようかなということで話しています。で、スーラ、今バージョン4まで進んでいて、各バージョンごとにネイチャーだったりセル系の論文が出ているっていうので、それは詳細をもうちょっと説明すると、スーラの、初期のスーラっていうのは、空間再構築っていう解析をするための、パッケージだったと思います。
EC2 ハイブリダイゼーションという、なんていうか、空間上でどの位置に、遺伝子が発現しているのかというのを、画像ベースでこう調べる、実験手法と、シングルセグアネセックのデータを組み合わせることで、まだ空間的な、発現量が分かってない遺伝子に関しても、このシングルセグアネセックのデータと組み合わせることによって、予測で、そういった、データを作り出すことができるっていう、解析を、するための、ツールだったんですけど、なんかその後に、PCA とか TSNA とか、いろんな解析はもう全部スーラー上で全部まとめてできるよっていう感じで、こう、現在のような、多目的な、ツールへと、進んでいったっていう経緯があります。で、その後にバージョン2の論文が2018年に出たんですけど、3年後ですね。で、バージョン2の、内容っていうのは、複数のシングルセルアネセックのデータを、統合して解析するにはどうしたらいいかっていう話が中心でした。複数のシングルセルアネセックっていうのは、例えば、バッチが違うとか、今日実験して、明日また同じ実験するとか、そういうふうにすると、こう、微妙にその実験条件がわずかでもこう違うと、その違いがデータに現れてしまうんですけど、そういったバッチの違いが出るバッチエフェクトをどうやって取り除くかといったものや、何か試薬を投与したとか遺伝子をノックアウトしたとか、そういう実験条件が違う、似たようなデータをどうやって合体するかとか、あとは、10X プロミウムのようなデータと、スマートセック2とかそういう他の実験装置から出てきたデータをどうやって合体するかとか、人とマウスのデータをどうやって合体するかとか、そういうものを、CCA というアルゴリズムで解析するということを、ここでは紹介していました。で、その後、2019年はスーラのバージョン3の論文が出て、ちょっと詳細はまた後で話しますけど、ホライゾンタルな、データ統合、ダイアゴナルなデータ統合に関して、紹介していたというもので、トピックとしては、ちょっとこれも後で説明しますけど、メチュアル、ニアレストネイバーとか、アンカーとか、ラベル転移とか、ジーンアクティビティマトリックスとか、そういった話が中心になったのがバージョン3で、で、最新のバージョン4の論文が去年出たんですが、これはシングセルマルチオミックスのデータをどうやって解析するかっていうので、ウェイテッドニアレストネイバーっていう、やり方とか、レシプロキャル PCA とかスーパーバイズド PCA とかそういうアルゴリズムがここでは使われました。順番に説明していこうかなと思います。で、スラの最近のトピックなんですが、まず、前処理とか正規化とか今どういうことがやられているかっていうことなんですけど、シングルセル RNA セックに関しては、当初はその対数変換とか、標準化とかそういうことがやられていて、あと細胞ごとの、トータルの UMI のカウント、サイズファクターというんですが、それの値で割るとか、いうのも正規化のステップで入ってたんですけど、現在はピアソン残差っていうものが、良いとされていて、このピアソン残差を正確に、求めるための、フィッティングっていうのが、行われていて、そのためのツールとして C トランスフォームっていうパッケージが今は使われています。パッケージとして、レシートランスフォームっていうのがあって、で、これを、ロードして、で、シントランスフォームっていう関数を実行するんですけど、これが、ノーマライズデータとか、スケールデータとか、ファインドバリアブルフィーチャーズとか、最初に、これまでやってきた、この3つのコマンドの代わりになっていて、現在はこれをやった方がいいっていうことになっています。で、あと、リグレスアウトしたい変数を指定することも可能っていうので、あらかじめその、ある、
影響がデータに含まれているという場合、まあ、その影響をデータから取り除きたいということであれば、まあ、ここに、まあ、その変数を指定しておけば、例えば、これは、ミトコンドリア由来の遺伝子発現が含まれている割合っていうので、まあ、パーセント MT っていうものが、ここで計算されてるんですけど、そのミトコンドリアの影響は取り除きたいということであれば、まあ、ここに変数名を指定しておくと、まあ、データから、その分の発現量が、引かれた後の値が返ってくるっていうような処理になっています。で、C トランスフォームがもう結構今使われてるっぽいんですけど、そのバージョン2っていうのも出ているみたいで、C トランスフォームの、オプションで VST フレーバーってところで V2 というふうに指定すると、まあ、その、バージョン2の計算が走ります。で、まあ、ちょっと詳細はこの論文を読んでいただくと書かれているんですけど、まあ、補充級データセットでものなんか大規模なベンチマークによって、まあ、これまで使われてきたその対数変換とか、C トランスフォームのバージョン1とか、そういった計算よりも、まあ、下流の解析の性能が、高くなるということがここで示されているみたいです。で、入力が SC アタックセック。まあ、オープンクローマチンを計測する技術ですね。SC アタックセックだった場合、まあ、どういう処理が行われるかってことなんですけど、まあ、ちょっと経緯はわかんないんですけど、自然言語処理で使われているような手法が、アタックセックだとよく使われているみたいで、まあ、TF-IDF っていう、計算で、1回前処理が行われます。まあ、なんていうか、まあ、よりその値の、大きい小さいにメリハリが出るような処理ですね。で、まあ、どういう経緯でこれが使われるような、になったのかちょっとよくわかんないんですけど、まあ、それが使われています。あとは、サイトセックっていう、これはシングルセルマルチオミックスですね。一つの細胞で、遺伝子発現と、あと、マックタンパク質の量を同時に計測するっていうシングルセルマルチオミックスなんですけど、サイトセックに関しては、サイトセックの、マックタンパク質側の、前処理正規化はどうなっているのかっていうのは、ここに書かれていて、センタードログレーシオ、CLR 変換っていう処理が、計算されているみたいです。まあ、ここに数式書いてますけど、まあ、例えば、タンパク質が5種類あったとして、5次元のベクトルがあったとして、で、この GX っていうのが、その、ベクトル X の、幾何平均。で、幾何平均で1回割った後に対数取ってっていうのが、この CLR 変換っていうもので、まあ、これもどういう経緯でそれを使うようになったのか、ちょっとよくわかんないんですけど、ノーマライズデータ関数のノーマライゼーションメソッドで CLR って指定すると、まあ、この正規化が計算されるようになります。ただまあ、この CLR より、もっとこっちの方がいいんじゃないかみたいな正規化も提案されてまして、今年出たばっかりの論文ですけど、空のドロップレット由来のバックグラウンドノイズを除去する DSB っていうなんか手法が出てきたみたいなので、この CLR の部分も、まあ将来的にまあ、これがデファクトスタンダードになるとも限らないかなという印象です。で、その後に次元圧縮が行われます。一番遺伝子を計測した細胞っていうのは、まあ、一番次元空間にいるデータ点なんですけど、まあ、それを、もっと扱いやすいように、PC で30次元まで落としたり、さらに人間が目で見えるように、2次元に、遮影するということで、UMAP とか TSNE とかそういう計算が、実行されます。で、まあ、そういうのは、こういう RunPCA とか RunUMAP みたいな、関数で実行されます。C アタックセックの場合は、先ほどのその TF-IDF の計算をするにあたって、RunTF-IDF っていうのを実行して、
で、その後に run svd っていうのを実行すると、tfidf の、値に対して svd をすることになるので、まあ、そういう、その組み合わせはなんか自然言語処理でいう、エイテントセマンティックインデックシング、LSI っていう手法に相当するんですけど、まあ、なんかそういうなんか自然言語処理的な、解析をしたいがために、その run tfidf みたいな関数が実装されています。で、アタック業界に関しては、なんか他にも、レイテントディレクレアロケーション、LDA みたいな、まあ、トピックモデルとか、まあ、よく言うと思うんですけど、まあ、そういう、自然言語処理分野の手法がなぜか適用事例が多くて、普通に PCS のとどういう差が出るのかちょっとよくわかんないんですけど、まあ、そういうことがよくやられています。まあ、なんかちょっとしたベンチマーク論文も去年出ているみたいですね。で、事件を落とした後に、次はまあクラスタリング、細胞のクラスタリングをします。まず、find neighbors で、グラフ、ケーキンボーグラフっていうのを計算するんですけど、まあ正確に言うと、シェアードニアレストネイバー、SNN っていう計算をしていて、まあ、近しか、あ、ある、まあ、例えばこの黄色と赤の細胞同士の近さを見るときに、まあ、共通する、他にも、グラフがあったとして、グラフ上につながっている細胞があったとして、まあ、共通する、ものがどのくらい、あるかっていうのを見る計算になります。で、ここで、グラフが計算された後に、グラフクラスタリングによって、まあ、この細胞たちがグループになっているみたいなのがこう切り出されます。で、そのアルゴリズムとして、ローバインとかライデンとかそういうツールがまあ前から使われていたんですけど、まあ最近はスマートローカルムービング、SLM っていうアルゴリズムが実装されて使われているみたいです。で、クラスターまで特定できたら、次はそのクラスターで、特異的に発現する遺伝子は何かっていうのを、まあ、デグを調べたいということになるんですけど、スーラで言うと、find markers っていう関数を実行することになります。で、find markers で、このアイデント1、アイデント2っていうので、こう、クラスターの、ラベル名をここで指定して、この2群間で大きく変動した遺伝子を調べたいということを、計算します。で、このデグの計算に関しては、もうバイオインフォで散々いろんな手法が提案されてきているんですけど、まあ、スーラの中でデフォルトで実行される計算は、ウィルコクソンの順位は検定になります。で、ただオプションでいろんなデグの手法は切り替えられるようになっていて、まあ、バルクのアデンセックでも使われる DSEC2 とか、あと、まあ、マストっていうのがシングルセルで提案された手法かな。あと、普通に T 検定とかもあります。なので、まあ、好みの手法を使えばいいかなと思います。で、ウィルコクソンとか T 検定とか、まあ、大昔からある手法で、まあ、かなり古典的で、まあ、そういう手法を使うのは適切なのかと疑問に思う人もいるかもしれないんですけど、まあ、少なくとも、まあ、シングルセルの、アデンセックのデータを、まあ、集めて、まあ、網羅的に、比較したベンチマークの研究を見る限りでは、ウィルコクソンとか T 検定の、実はそんなに、悪くなくて、シングルセルのデータのために作られたデグ手法っていうのがいくつもあるんですけど、まあ、それと、そんなに大差ないというか、むしろ、データによっては、こっちの方が良いような、結果が、まあ、いくつも出ていたりとかするので、まあ、僕的にも、ウィルコクソンは別に悪くないチョイスじゃないかなと思います。ノンパラっていうのも良くて、まあ、なんかシングルセルのデータって、サンプル数がめちゃくちゃ1000とか万とか大きい値なので、そういうデータに対して、パラメトリックな検定をすると、ちょっとした違いでも、すごく過大評価されてしまいますし、まあ、ピーチがめちゃくちゃ小さくなりすぎて、ゼロの0点いくつ
の、先がずっとなんかゼロになるなって、その、アンダーフローして、計算ができないというような現象も起きたりするので、まあ、ノンパラな手法だと、まあ、そういったところが緩和されて良いのかなというのは、思います。で、クラスターごとに発現する遺伝子というのが特定できたら、まあ、それにより関連する、遺伝子の機能を調べたいっていうので、エンリッチメント解析っていうのが行われます。で、スーラでも一応その計算をサポートする関数は実はあるみたいで、まだそのビネットとかエグザンプルもないんですけど、コードの中には入ってあって、なんか D エンリッチ R プロットみたいな、関数が用意されていました。で、これ実態はそのエンリッチャーっていうサーバーがあって、まあ、そこに投げると、エンリッチメント解析をモラ的にやってくれるんですけど、で、それを R の、パッケージがやってくれる、まあ、エンリッチ R っていうパッケージがあるんですけど、まあ、それにデータを投げてるだけみたいなんですけど、まあ、まだ大々的に使われている感じはないんですが、まあなんかいち早くその機能を使って論文を書いた中国のチームがいるみたいで、その論文のフィグを見る限りこういう感じの棒グラフが出てくるみたいです。はい。で、じゃあ、次はデータの統合ですね。ホライゾンタルとかバーティカルとかダイアゴナルみたいな話があるんですけど、まあ、例えばじゃあホライゾンタルなデータをどうやってスーラー統合するかっていう話で、例えば、シングル性の RSEC のデータを1回計測して、で、また別バッジとして、同じように、同じサンプルからシングル性の RSEC のデータを取った場合、行列がこう2枚発生するわけですね。で、1回、計測した細胞というのは、細胞が壊されて中身の、RNA が取り出されるので、まあ、別の細胞由来の RNA を今度は測ることになります。なので、こういうふうにこうデータがこう横方向に増えていくようなデータ構造になります。まあ、こういうのをホライゾンタルと言います。まあ、こういうのは、シングルセルのアデンセクで言うと、バッチが違うとか、実験条件が違うとか、検体が違うとか、そういった時にこういうデータ構造になります。で、スーラではこういったデータ構造をどうやって解析するかっていうとこなんですけど、バージョン2の論文にそれが書かれていて、カノニカルコリレーションアナリシスっていう、CCA っていうアルゴリズムを使って、その複数の行列を同じ空間に遮影するということを行います。例えばここで2次元に、マップした場合、まあ、こういうふうにこう緑と赤のデータではこういう共通空間に遮影されるっていうことが、行われます。その計算はどういうふうにスーラでは行うかっていうと、一回そのデータを、リストとして持っておいて、違う条件の行列とかは、まあ、リストで違う要素としてこう、リストの中に格納されていったとして、で、各データごとに、ノーマライズデータとか、ファインドバリアブルフィーチャーズみたいな前処理をしておいて、で、その後にセレクトインテグレーションフィーチャーズっていう関数を実行すると、その計算が走る、らしいです。一回、その後になんかファインドインテグレーションアンカーズとか、インテグレートデータみたいな関数を、実行するみたいですね。で、一回そのインテグレーションっていうのを行ったら、その後の、共通の空間上でのデータに対して、UMAP とかクラスタリングっていうのを、実行できるようになっています。で、なんかアンカーっていうのがここで出てきてるんですけど、ちょっとその話がここのバージョン3にも関係してくるんですが、ラベル転移っていう、機能も、スーラは持っています。ラベルトランスファーですね。例えば、リファレンスとして、ある、細胞のシングル性のアデンセクのデータがあったとして、
手元にクエリーデータとして、ここではなんか色分けされていて、まあ、細胞型が分かっているように見えますけど、色が分かって、細胞型が分かってない、データが手元にクエリーとしてあったとして、これらをまず、先ほどの CCA で共通次元に遮影します。で、その遮影先で、リファレンス側のある細胞と一番近い細胞がクエリ側では何に相当するか。また逆にクエリ側の細胞から見て、リファレンス側で一番近い、細胞はどれかっていうのを、まあ、こう双方向に計算をします。で、お互い、この両思いで、お互いこの一番近しいってなった、関係性を、ミチュアルニアレストネイバー、MNN っていうふうに呼んでいて、で、この MNN の、つながりを、まあ、アンカーと言っています。で、今、リファレンス側で細胞型のラベルというのが与えられていて、まあ、色付けされているので、このアンカーを経由して、その細胞型の情報をクエリーにもこう渡すことができて、まあ、それがラベルトランスファーですね。まあ、このアンカー経由で色がこう流れ込んできて、クエリーの細胞型を推定することができるようになります。で、この双方向で、近傍を計算するというのが大事で、場合によってはクエリー、ディファレンス側にない細胞をクエリー側がある、持ってるかもしれないわけですね。例えばこの黒い細胞がそれで、まあ、こういうのは、この黒側から見て、最近傍の細胞を探すことはできるんですけど、ディファレンス側から見ると、この黒と、一番近い、細胞っていうのがこう出てこないので、この両思いの関係性にならないので、まあ、そうすると、これはクエリー側でしかないですっていうのが判別できて、まあそういう、どの細胞型でもないっていう、まあリジェクト領域っていうんですけど、まあそういうのを設定できるっていうのも、このやり方の良いところかなと思います。で、この、計算をするのに使われるのが Find Transfer Anchors っていう、関数とトランスファーデータ、アッドメタデータという関数になります。find トランスファーアンカーが、そのアンカーを計算するというところですね。で、トランスファーデータっていうのが、そのアンカーを経由して、クエリー側にラベルを渡すっていう計算。で、ただ、この、MNN とかアンカーみたいな、この話は、自体は別に、スーラのチームが、見つけてきた話ではなくて、まあ、この話自体は2018年の、ネイチャーバイオテックで、ジョン・マディオニらのチームが、すでに提唱されて、提唱したもので、まあ、どっちかというと、そのやり方をスーラでも実装したっていう、ものになります。あと、あまり論文にはならなかったやり方として、レシプロキャル PCA という、RPCA っていうのがまた実装されていて、で、これは先ほどの CCA の計算を別のやり方にしたっていう話なんですけど、まあ、CCA っていうのはちょっと、複数のデータを同時に扱わないといけない関係で、この行列の数が増えると計算量が重くなるっていう問題もあるんですけど、この RPCA は最初に個々の行列で PCA をしてしまって、で、お互いに、例えば、X1 と X2 という行列が2つあった場合、まあ、例えば UV っていうのをこう、各々分解しておいて、で、ステップ2でお互いの低次元空間に、遮影するっていうことをやって、で、その後は、先ほどと同様に MNN とかアンカーとかそういう計算が行われるっていうので、まあ、より高速、であるっていうメリットがあったり、あとは、あまりにもその共通しない細胞型が各々多い場合は、なんか CCA よりも良い結果になるみたいな話があるみたいです。一応、この、機能を使いたい場合は、Find in、
Find Integration Anchors のところの、リダクションオプションを RPCA にすると、使えるみたいです。あとは、Vertical って、これはシングセルマルチオミックスみたいなデータ構造ですね。同じ細胞で、RNA とか、エピゲノムとか、遺伝子の変異とか、なんかそういう、違う分子種とか現象を同時に計測した場合、こういうふうに縦方向に、伸びていく、バーティカルなデータ構造になっていきます。まあ、こういったデータをどうやって解析していくのかっていうので、スーラーの、バージョン4の論文がそこら辺に言及していて、まあ、主にサイトセックですね。アデネと、タンパク質とで、まあ、各々データがあるんですけど、各々のデータでまず、細胞間の経営均衡のグラフっていうのを構築しておいて、まあ、その2つのグラフをマージして、なるべく RNA 的にも、タンパク的にも、似ているようなものを、近しい、とこに、置くという、ウェイテッドニアレストネイバーという、計算が、行われているみたいです。で、この計算は、Find Multimodal Neighbors っていうのが、まあ、その WNN の、グラフを計算するところあるみたいで、まあ、これを使うと、そういった計算ができるみたいです。あと、これはちょっと難しい例で、違う細胞の違う物質を測ろうとすると、まあ、こういうふうに対角方向にデータが、増えていってしまって、まあ、ダイアゴナルっていうんですけど、まあ、典型的なのがシングルセルアネセックを測って、別の細胞でシングルセルアタックセックのデータを取るとか、そういうのをどうやってお互い関連付けるんだっていう、問題があるんですけど、まあ、現状やられてるのは、ジーンアクティビティマトリックスでの計算するということが行われます。例えば遺伝子かける細胞でシングルセルアネセックのデータがあって、で、対角の位置にサンプルって書いちゃってるけど、まあ、細胞でもいいんですけど、まあ、ゲノムの、ある区間、ごとにこう、瓶を切って、そこにリードがいくつマップされているのかっていうような値を、細胞ごとに測った、まあ、エピゲノムのデータ、例えばシングルセルアタックの、データっていうのがあった場合、一度この瓶という、まあ、次元が揃ってないところを、ジーンの、次元になるように、変換をします。で、なんかそういうことができるようにするために、まあ、係数行列 t っていうのを、まあ、かけることに相当するんですけど、まあ、その都合の良い係数行列 t をかけると、この瓶っていう次元がジーンの次元になるので、そうすると、ホライゾンタルなデータ構造になります。そうすると、まあ、通常の解析と同じように CCA とかができるので、まあ、それでまあお互い関連付けて解析することができるっていうので、まあ、こういうそのエピゲノムのデータを変換して遺伝子ごとの情報にしたものをジーンアクティビティマトリックスと呼んでいて、で、問題なのは、じゃあ、この係数行列 t はどうやって求めるのかっていうところなんですけど、まあ、現状、いろんなやり方が提案されていて、まあ、一つの考えとしては、まあ、距離が近しいほどより関係性がありそうっていうことで、ある遺伝子とあるゲノム上の区間の距離っていうのを事前に求めておいて、それがまあ、遠くに行くに従って、このように減衰するような、関数を定義しておいて、近しいところにあった、瓶のリードっていうのを一つの、遺伝子のこのプロファイルとしてまとめるっていうような処理が行われます。で、スーラ3の場合は、ある遺伝子の領域の上流、2キロベースペアのピークを、足し合わせるみたいなことをやっています。あとはシグナックっていうのが、まあ、スーラーから派生したツールで、まあ、今連携ツールみたいになってるんですけど、まあ、そのシグナックの場合は、まあ、なんかいろんなサンプルで、調べて、その遺伝子の TSS とあるゲノムの区間で、まあ、より相関する、ペアだけを絞り込んで使うというような、
こともやられているみたいです。で、ここら辺は、まあ、シグナックっていうパッケージで、まあ、他のパッケージに機能が、出されていて、もし、シングセアタックセックに関わる機能は全部、このシグナックの方に移行したみたいです。なんで、まあ、シングセアタックセックの解析をしたい場合は、まあ、シグナックの別、シグナックを別途インストールする必要があります。ここら辺はいいのかな。で、このジンアクティビティマト、アクティビティという、関数が先ほどの YAM の計算を相当する部分で、まあ、これを行ったら、アタックのデータが、遺伝子の発現量行列のような形になるので、まあ、それ以降は、PCA とかクラスタリングとか、そういうなんか同様の処理を進めることができます。あとは、接動実験にも、スーラーは対応していて、まあ、ビネットにあったのは、クリスパーによる、ノックアウトの実験というののデータが、紹介されていて、まあ、こういうのは全部あのミックススケープっていう、名前の関数で実装されていて、あとパーターブなんとかみたいな関数が、こういうことに関係しているんですけど、なんかあの、フィッシャーの線形判別分析がここで、試されていて、ノックアウトに、関係するような特徴量だけをここで、絞り込んで、このような次元圧縮というのが行われています。で多分、ここら辺はそのうちミックススケープっていうパッケージとして、こう、外に出されるじゃないかなというふうに予想しています。あとは、プラットフォームにもたくさん対応していて、シングセドミックスで言うと、10X Chromium とか SmartSec2 とか CellSec2 とかいろんな実験手法に対応してますし、マルチモーダル、マルチオミックスなデータも、10X 社が、開発しているそのマルチオームキットとか、今日ちょっと紹介したサイトセックとかいうのも、対応してますし、あと空間トランスクリプト向け、この切片でどの位置にどの遺伝子が発現しているのかみたいなのを調べる手法の、大きく分けるとシーケンスベースと画像ベースがあるんですけど、まあ、スライドセックとかビジウムとか、まあこういう、まあ、有名どころも対応してますし、まあ、最近注目されているナノストリングみたいなものも、スーラーは対応しているみたいです。あとは、オブジェクト変換も自由にできて、まあ、スーラーで解析しているけど、まあ、ちょっと Python で試したいものがあるってなった場合、まあ、なんかスキャンパイの方に移行することもできて、スキャンパイの中ではアンデータっていうのが、まあ、データに関わるオブジェクトなんですけど、まあ、それに変換できますし、まあ、バイオコンダクターでいうとシングルセルエクスペリメントっていうのがシングルセドミックスのデータのオブジェクトなんですけど、まあ、それにも変換できますし、あと今日は紹介しないですけど、まあ、RNA ベロシティっていう、まあ次元圧縮上に矢印をこう書いてベクトルバーとしてこう可視化できる解析があるんですけど、まあ、その解析をするにあたって、Doom っていうファイルを出力する必要があるんですけど、まあ、実態は、HDF5 ファイルみたいな、まあ、天文学とかで使われるようなデータ形式ですが、まあ、この Doom に変換するっていうのも、できるようになっています。まあ、なので、まあ、スーラ以外でも何かしたいっていうことがあった場合、まあ、このオブジェクト変換で、まあ、いろいろ試すことはできると思います。あとは拡張ツールもいっぱい、提案されていて、例えば、まあ、スーラのオブジェクトの、まあ、クラスを定義する。まあ、なんか、そのスーラのオブジェクトがどういう関数を、実行できるかとか、どういう、スロットを持っていて、どういうデータを受け取ることができるかみたいな、いうのをすべて定義する、のが、まあ、オブジェクト指向ではできるんですけど、まあ、そのオブジェクト指向自体はもう外のパッケージとして定義して、
スーラの外からこう、あ、そ、スーラからこう追い出して、まあ、その、オブジェクト指向だけのためのパッケージみたいになっているみたいです。まあ、ユーザーにはあまり関係がないとは思うんですけど、まあ、スーラのクラスには何か新しく関数を定義したりとか、なんかそういうディベロッパーはもしかしたらこういうところをいじるかもしれません。あとは解析済みのスーラのデータというのがスーラデータという、パッケージで公開されています。まだそんなに登録件数は多くはないんですけど、まあ、20ぐらいですかね。まあ、ただよく使われているような PBMC みたいなのはここでサクッと手元に落とせるので、まあ、簡単に何か試したいという時などに非常に便利だと思います。あとはスーララッパーっていうパッケージが、これはデフォルトではスーラのオブジェクトに対応していないような他の R とか Python のパッケージも、この、パッケージ内でラッパーを実装しているので、例えば、スーラに対してアレネベロシティの計算をしたいとなった場合、C ベロの関数をラップして R でも使えるようにしたみたいな関数がこの中に実装されています。あと、擬似管の解析をしたいということで、モノクル3の関数もラッパーになっていたりします。あとは、スーラディスクっていうのは、これはデータがかなり大規模になった時の話ですね。まあ、こういう、HDF5 ファイルで、まあ、スーラに特化したフォーマットで H5 スーラみたいなデータ形式を独自に定義しているみたいで、まあ、そのデータと、まあ、このデータはハードディスクに置かれている状態なんですけど、まあ、そのデータとこう、やり取りするっていうので、まあ、ロード H5 スーラーみたいな、関数が、実装されているみたいです。おそらくですが、データが大規模すぎてメモリに乗らないっていうことで、ハードディスクにデータを置いたまま処理したいみたいな話なんじゃないかなと思います。まあ、こういうのをオンディスクな計算とか、アウトオブコアな計算とか、そういうふうに言います。あとは、アジムスっていうのが、まあ、GUI ですね。アジムスっていうツールを使うと、スーラのオブジェクトはこういうふうに、ウェブブラウザーで見ることができて、で、まあ、細胞のブラウザーって他にも、まあ、たくさんありますよね。セルレンジャー関連で言うと 10X のループとかいうツールもありますし、ヒューマンセルアトラスで使われている GeneX セルとか ASAP とか、スコープとか、あとなんか、各プロジェクトの、サイトの中でも、まあ、例えば、HCA データポータルとか、シングルセルエクスプレッションアトラスとか、なんかそういうところで、細胞のブラウザって独自に開発されてますけど、まあ、ちょっとそういったものと比べるとかなり簡素な印象ではあるんですけど、まあ、多分、ここでなんか手元のデータを呼び込むことができて、で、多分その、このリファレンスのデータと手元のデータをこう統合して、解析するっていうことをやりたいがためにこういうのを作ってるんじゃないかなと思います。あとは、スーラの、そのサティージャのチーム以外で、まあ、サードパーティーで作られている、拡張ツールもたくさんありまして、スーラユーティルズっていうのが、例えば、なんかスーラのデータに対して、まあ、ちょっとしたその変更を加えたり、例えば遺伝子の名前を、変えたいとかいうふうになった時に、リネームジーンズスーラみたいな関数がこのパッケージ内で実装されていたりします。あとはスーラの、関数をもっと早く終わらせたいということで、並列化で書いたスーラマルチコアみたいなパッケージも、開発されています。あとはデータの前処理のところをタイディに行いたいっていうので、タイディスーラーっていうのも、作られています。これは一回、一昨年の11月のバイオパッカソンで、僕は紹介したことがあるんですけど、まあ、R の言語ではそのタイディーバースとかタイディーな処理っていうのがまあ流行ってまして、何でもこういうなんか
パイプつなぎでこう、計算を終わらしたいっていうのがあって、まあそれを、やりたいんですけど、ただ一方でそのスーラみたいな、まあパッケージはその大義に処理できない部分とかもあるので、まあデータのその加工部分は大義にしつつ、最初から実装されている LAN PCA とか、ファインドクラスターズみたいな関数も活かせるために、まあ、その、間をつなぐような、機能性を持たせたというのが、まあ、このタイディースーラーになります。はい。で、あと今後の、スーラーの展開としては、まあ、今後どういう開発が行われるかなって、ちょっと考えてみたんですが、まあなんか新しい計測技術っていうのは、これからもどんどん出てくるわけで、10X プロミウムが出たときは、まあ、リード 10X って関数が作られましたし、ナノストリングが出たら、ロードナノストリングみたいな関数ができて、で、そのプラットフォームが出力するで、ファイル集合を読み込んで、スーラに、スーラオブジェクトにできるみたいなところも、パイプライン化されているので、まあ、今後何か新しい計測技術が出たとしても、そういったことが行われるだろうなと思います。あとは、新しいクラスタリングとか次元圧縮とかそういうのが出てきたら、まあ、それもスーラーは取り込むだろうなと思います。例えば、UMAP を実行する LAN UMAP の中で、Dense Map っていうのが実装されていて、これは、密度分布も求められる UMAP みたいなものなんですけど、まあ、そういうのも、まあ、すぐに取り込みましたし、あとは、まあ、スーラのチームじゃないところで、もうな、行われている議論みたいなのも、今後は、今後も取り込んでいくだろうなと思っていて、例えば、デグはウィルコックソンでいいとか、MNN とかアンカーとか、そういうのって、他の論文が最初に見つけてきたことですけど、あと、クラスタリングは、そのグラフ上のクラスタリングがいいってことで、ローバインがいいとか、そういうのも、最初にドロップセックの論文が、言った話なんですけど、まあそういったものも、まあ、スーラ自体もなんかみんなが使う共通のプラットフォームみたいになっているので、まあ、そのプラットフォーム上で、みんながすぐ試せるようにするということで、まあスーラはいろいろ取り組んでいくだろうなと思います。あとはシングルセルの、大規模プロジェクトっていうのがいろいろ走っているので、まあそういうデータと自由に連携したいみたいな話もあるでしょうし、解析済みのスーラの、ファイルを提供する、もっとデータベース化を進めていくみたいな話も多分あると思います。で、ちょっとスーラ可視化、特にインタラクティブな細胞のブラウザーみたいなのがちょっと弱いかなっていう気がしているので、まあ他の外部のツールと連携するとか、または自分たちのところで開発を頑張るみたいな方向性はあるかもしれません。あと、拡張ツールで言うと、まあ、シグナックのダイアゴナルなデータ統合はちょっと精度がだいぶ怪しいところがあるので、ここら辺はもうちょっと進むんじゃないかなっていう気がしているのと、まあ、スーラがやってない分野もあって、例えば、細胞間相互作用の検出とか、まあ、空間データ扱うからなんかやりそうな感じはするんですけど、まあ、意外にそこら辺は手出してないですし、あと、発現データは使うんですけど、DNA の変異のデータとかは全然やらないですね、スーラは。だからコピーナンバーバリエーションとか EQTL みたいなところは、まあ、今後やるのかちょっとよくわかんないですけど、まあ、やるかもしれないっていうのと、あと、なんかスキャンパイで Python で解析したいという人もいると思うんですけど、まあ、多分そのモチベーションの一つは、まあ、Python なんで機械学習が強いということで、まあ、ディープラーニングとか、サイキットランのモデルでもいいんですけど、何かいろんなモデルを試したいっていうような時に、Python で解析したいというモチベーションも出てくるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、あれでその方向性でやる場合は、まあ、Tidy モデルズっていうのが、まあ、最近は出てきたので、まあ、そういうのと連携していきますみたいな話もあるかもしれません。まあ、とはいえ、スーラのバージョン5出るとしたら、どういう話になるのかっていうことで、まあ、大本命は多分この話で、
次はモレキュラブリッジみたいなことを言うんじゃないかなと思います。まあ、すでにバイオアーカイブには、まあ、原稿が載ってるんですけど、なんか、もう、シングセルマルチオミックスのデータがだいぶでもないですけど、まあ、少しずつ普及しているので、同じ細胞の RNA とアタック、RNA とカット&タグ、まあ、チップみたいなやつと、RNA とバイアスサルファイト、RNA と、膜タンパクみたいなものを同時に測ることができているので、まあ、この2つの情報、関係性がもうここでつながっているので、で、RNA の情報のメリットっていうのは、まあ、遺伝子ごとの、情報なので、まあ、なんか遺伝子に関わる他の、研究の、結果っていうのが、まあ、知見っていうのは、すぐに分かるわけですね。この遺伝子が発現してるから、この細胞はきっと、T 細胞だろうみたいなのが、まあまあ、そんなにスムーズではないですけど、まあ、わかるので、まあ、細胞型がすぐに特定しやすいというのは、このシングルセルアネセックのデータのメリットだと思います。なので、クエリとして、例えばアタックのデータしか持っていなかったとしても、このブリッジ経由で、このデータをつなぎ合わせることができるので、この、アタックのこの細胞はきっと何々細胞だろうみたいなのを後から推定できるだろうということで、まあ、ここら辺のつながりを、の解析を強化したいんだろうなと思います。はい、まとめですが、スーラで各解析のステップで、まあ、地道なアップデートが続いています。まあ、データの大規模化にもまあ取り組んでいますね。まあ、軽近傍とか、オンディスクの処理とか。で、まあ、メインテーマは多分データの統合っていうので、ホライゾンタルとかバーティカルとかいろんなデータ構造にも対応していっています。で、他の論文で提案された手法とかもいろいろ取り込んでいて、まあ、そういうのもあってかなり規模がでかくなっています。まあ、これだけ規模が大きくなって仕様が大きいので、まあ、バージョンが違うと中の計算もかなり変わりうるので、まあ、今後そのスーラーを使っていくときにバージョンいくつのスーラーを使っているというのは常に意識する必要があるとは思います。一応読んでいくと、タックセックの解析はスーラーの一部ではなく、シグナックという別パッケージとしてリリースされていると理解していたのですが、違いますか？あ、そうです。そうですね。はい。そういう説明をしました。で、シグナックとは別にスーラー内でもシングセルアタックセックの解析ができる仕様になっているのでしょうか？なるほど。もともと多分アタックの解析はスーラでやろうとしていて、なんか RunTFIDF みたいな関数もスーラ内で最初実装されていたんですけど、バージョンが上がるにつれて、廃止して、スーラ内では廃止して、シグナックの方にのみその関数を持たせるようなことをしているので、まあ、バージョンにもよるとは思いますけど、アタックの解析はシグナックでやるっていうのがもう、今の、デフォルトの流れだと思います。